いどうもこんばんは、引っ越し中のカズゲームスでございます。さて本日はですね、サモンズボードでございます。皆様ね、サモンズボードご存知でしょうか。こちらですね、ガンホーですね、パズラを作ってるガンホーさんがね、新しく出したソフトで、iOS 版ですね、はね、最近出たばかりみたいなんです。実はですね、一週間ほど早くね、このアンドロイドの方でこっちオープンしてたんですよ。こっちの方ね、一足早くね、遊んでたんですけども、なかなかね、面白いんでございますよ。ということで本日はね、サモンズボードをご紹介いたしましょう。ではですね、スタートでございます。ポイッと、ポイッと。はい、始まりましたね。もう最初ね、全く、パズドラと一緒でございますね。How to touch と。はい。ではね、早速スタートしていきましょう。こちらですね、基本的にボードゲームというものですね。ちょっとね、ロード時間が最初長いんですけども、やってきましたね。まあね、基本的なルールは一緒ですね。経験値、そしてその下ですね、スタミナって上の方にあるでしょ。ほんでね、まあメールもちょこちょこ届いて、まあ、なんだ、パズドラでは、魔法石か。魔法石に変わる光結晶みたいなのがね、下の方手に入るようになっております。今は現在は6個ですね、右上の方6個。ほんで今回はね、チケットとか、なんかね、ちょっとよくわからないやつもいっぱいあるんですけども、私よく。まだね、そこまでやってないので分かってないんですよね。例えばこのランバトとかね、期間限定でなんかいろいろやってるんですけども、そちらも分からないし、ギルドシステムもね、なんかね、クランを作ってどうとかってやるんですけども、チーム K ですね、メンバー1人しかいません。誰も私の友達になってくれません。それでですね、では早速ね、ゲームの方スタートしていきましょうか。今現在ですね、私のチームはですね、このような感じとなっております。基本的に4体選んでいくんですね。でパズドラと違って友達でスタートみたいな感じではないんです。ではですね、このエレス洞窟、このステージ行ってみましょうか。で闇を滑るもの、これですね。では早速スタートでございます。さて、わかりますかね。これ見るとね、矢印がいっぱい書かれてるでございましょう。で、これってのがね、基本的には進める方向ですよね。ちょっと、これ見るとね、この、ちなみにこの2個マークついてるので、これ、いくらでも前に進めるようになっております。で、他はね、1つ、矢印が1つだと1マス方向です。そして、これ、1ターンにつき、1人しか動かすことができません。だからね、誰動かすかはね、たった1人しかできないんですよ。それでね、2回押すと、ステイになるんですけども、まずは1回ね、ちょっと動かしてみましょう。いや、これを1個、1歩前に持っていきます。はい、するとですね、敵も1ターンに1人しか動かすことができません。で、今、わかりましたかね、これ。矢印方向にね、攻撃が飛ぶんです。またちょっとね、ここは慣れないと難しいところなんですけども、例えばね、今、この犬さんですね、前の犬さんに矢印が向いてるのは1人しかおりません。だからね、この、1回攻撃しかできないんですけども、この下のドラゴンさんですね、ドラゴンさんをペッて動かすとね、ほら2回攻撃になったでしょ。そうするとね、4コンボになるんですよ。このゲームはね、コンボを重ねるゲームなんですね。というわけで攻撃するとババババンと、はい、倒すことができました。単発攻撃の方も見てみましょうか。コンボだと 1.5 倍とかになったんですけども、単発攻撃ですね、これをいくとね、普通のね1倍、合計200しかね、ダメージ食らいません。ではですね、次このピクシーちゃんですね。このピクシーちゃん使い方難しいんですけども、たった3方向ですね。ということでこっちの方に持ってきて、こうするとですね、はい、こんな感じでね、あ、まだちょっと体力が残ってしまいましたね。逆に敵からも2回攻撃を食らってしまいますと、もうね、次は倒せそうなんで、このまま倒すことにしましょう。お、ハートマーク出てたな。あ、今のを取るとね、回復ですね。お、次はね、ちゃんと石板が出てきましたね。この石板を集めるとね、後でいいことが起きるっていうことで、まずはね、この石板から先取ることにしましょう。ではね、この後ろに下がることで、お、6コンボですね。3人からの攻撃相手にできるみたいです。では、スタートです。ポイッと。はい、石板を手に入れて、かつね、6コンボをこいつにかますことになります。はい、バッチー。では次ですね、せっかくなので、ハートを取ってみましょう。これハートを取るとね、1体だけですね、回復するんですけども、ほんと少しだけですね、ピローンと300回復しました。これで2人からの攻撃を食らって、いいですね、いい感じだ。
なかなかね、この動かすマス方向をなんか考えてやらないとダメなんですよ、このゲームは。今はね、この状態で OK ですね。なかなかね、いい感じに進んでおります。はい、次ですね、できるだけ攻撃を食らいたくないんですけども、どうしましょうか。とりあえずですね、この6コンボ食らわせれば下の敵はね、多分死んでしまうので、どうだ、 1.75 倍の3人コンボ来ましたね。いい感じだ。はい、それでですね、あ、必殺技も使いたいんだけどね、できれば。ではこいつはね、今後ろの方に飛んでくるはずなので、どうしよう、まあいいや、倒せるかな。あ、倒せなかった。はいはい、やってまいりました。さてどうしようかな、次の攻撃で白いやつを、この黒いやつを倒すとしますか。あらららららあらららら、はい、これでね、多分倒せるはずです。はい、来ましたね。はい、これでね、ボス出現ということで、最後の方にはね、ちょっと強めの敵が出てくるようになっています。ほんで多分一番上のやつがね、あのボス級のやつですね。こいつがね、一番厄介なんですけども、できるだけ迅速に倒せるようにですね。はい、そうすると右下に多分来るはずなんですよ。あ、やっぱりやってきましたね。それでですね、今現在だとね、この2つしか矢印が向いていませんので、こいつですね、こいつってのが、またあの左側にね、左下になんか晴れマークみたいなのあるの分かります？晴れマークがついてるとね、人を飛び越えたり障害物を飛び越えたりすることができるんです。障害物の上に立つこともできるので、このドラゴンマークとかね、この飛行タイプのやつはね、かなり有利なんですよね。はい、さあ3人の攻撃だ。あー、倒すことができました。あとはね、雑魚敵2人を倒すだけなんですけども、敵からね、この2連攻撃からだとね、ちょっと食らいやすいんですね。では他のやつもね、倒していきましょう。あ、っていうかね、必殺技使いたいので、今回はね、あえてちょっと敵を残しておこうと思います。ですね、あ、そういえば今現在ですね、下のピクシーちゃんですね、ピクシーちゃんね、必殺技使いまして、これ回復ですね。こいつは回復要因として置いております。500回復しますということですね。かなりね、これ便利なんですよ。ではね、敵をね、ちょっと倒さないように注意いたしましてね、時間稼ぎですね。なかなかね、パズドラのようにちょっと時間稼ぎするのが難しいんですよね。どうしてもね、加減が難しい。必ずね、一旦に一回は攻撃するような感じになりますので、敵がね、ある程度の強さじゃないとターンを持ちこたえるのは無理でございます。さて、あと一旦で溜まりますよ。はい、あー、まだだ、まだだ、まだだ。はい、では行きますよ。スキルが溜まりました。ではこいつの攻撃がね、ファイヤーラッシュっていうことで、敵全体ですね、全体攻撃のものです。スタート。はい、こんな感じでね、無事倒すことができました。ではとどめといきましょう。はい、来たと。はい、こんな感じでございます。はい、ってな感じで、ちょっと今回モンスター手に入らなかったな。まあね、モンスターがね、ポコンってモンスターになるので、まあパズラという卵状態ですね。で、現在またレベルがアップしました。するとね、やっぱスタミナも全回復というパズラと全く一緒でございます。で、今現在はね、なんか経験値がね、2倍っていうことで、基本的にね、ノーマルステージをやっていればスタミナが尽きるっていうことはまずありえません。本日朝ちょっとやってみたらね、1時間丸々遊べちゃったので、なんかね、すごい、なんかパズドラよりね、すごくなんか長い時間遊べるようなゲームとなっております。まだ私もね、よく分かってない機能がね、いっぱいあります。まあここら辺ね、ちょっと分かったらね、またそちらの方も更新していきたいと思います。以上、ガンホイールで出たサモンズボードの紹介でした。さて、画面の前の皆さんはね、すでにこのサモンズボードされている方はいらっしゃいますでしょうか。なかなか最初はね、とっつきにくい感じはあるんですけども、いざやってみるとね、なかなか面白いんですよね。ポイントとしてはね、それぞれモンスターのレベルですね、レベル上げは重要でございます。パズドラはね、1レベル2レベル上がってもあんまりステータス変わらないじゃないですか。でもね、これはね、大きく変わるんですよ。だからね、レベル15とか20のモンスターマックにするとね、ステータスがね、倍ぐらいには上がります。だからね、こちらまずゲームされましたらね、モンスターのレベルアップ、そちらの方でまずやってみてくださいませ。では今回関連動画といたしましてはね、ちょっとあれなので、パズドラ関係上げておきましょうか。
ではパスワードね、リセマラです。まあ、今回も同じようにリセマラ使えるんですけども、こちらの方アップしておきます。こちらね12台贅沢に使ったリセマラでございますね。それでね、パズドラの基本操作編ですね。まだね、パズドラされてないっていう方も大勢いらっしゃると思います。あの、サイコロの動かし方じゃないや、パズルの動かし方、そちらの方、こちらの方に貼り付けておきますので、もしよろしければこちらご覧ください。最後こちら、カズゲームスでございます。まぁ、こんな感じでね、私の興味のあるやつに限ってね、なんかいろいろね、ゲームのレビューとかしていこうと思います。もしよろしければこちらの方からチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではまた次皆さんお会いしましょう。